怯えながら私を見上げるとはな。こそこそと歩き回って今になって逃げる算段か。だがお前に逃げ道はない。ここにいるか私に握りつぶされるかの道しかな。おとなしくしていろ、マスター。目障りだな。いっそ飲み込んでしまおうか。腹の中に落とせば逃げ出すこともない。何を驚く。時折お前も目にしていたろうに。これが私だ。破壊の代用、優勢の使者、空の彼方からやってきた優勢の一部。お前はよく私のために働いたが、もはや用済みだ。第三のレガリアの破片を入手する道筋はついた。であればちっぽけな人間であるお前の機嫌を取るまでもない。今までのお前との時間、いや今までの私の行動はこれで全て帳消しになる。こうして余計な装飾を取り除いたのだからな。演技ではない。これが私だ。お前に見せた私は夢、いや幻のようなもので、もういい、黙りなさい。指輪への腫瘍の魔力を確保するには十分だ。あなたの方こそ私を甘く見ています。どのような戦いを勝ち抜いたとはいえ、相手はたかがサーヴァント。星を滅ぼすために使わされたこの私と同一に計らないでほしい。そう、何もかも、力も大きさも何もかもが違うのです。私とあなたのように。そこでおとなしくしていなさい。戦いはすぐに終わります。そう、すぐに。あなたが今でも無意識に頼り認め誇りに感じているあのサーバントを私の手で粉砕してあげましょう。そうか、本体はそういう方針を取ったのか。私は万全のお前を手に入れると言った。万全とは誠という意味でもあると思う。仮初めの偽りのものではない。他のものがそうであっても私は気にしない。どうあれ壊すものだ。真偽に意味はない。だがお前には万全であってほしい。それが私にできるせめてもの感謝の礼だ。